コナベーション、またはコナーベーションとは、発生をことにする複数の隣接する都市が発展し、行政区分の境界を越えてつながって一つの都市域を形成している状態のこと。パトリック・ゲデスがその著書、シティーズ・イン・エボリューションにおいて造語をした。以上よりコナーベートすなわち、共に都市化させる、するという意味の動詞が造語され、これに状態、 結果などを意味する名詞を作る設備字典音をつけて、コナーベーションという言葉が作られた。田んぼインのコナベーションは日本語に取り入れられた際に生まったもの。和訳として、伝説都市、伝単都市、集合都市がある。コナベーションという言葉は、産業革命により労働者が都市に流入したことで急速な都市化が進行した、欧米の工業都市の発展過程を説明するために、 生み出された。これは自然科学における進化論にヒントを得て当時流行した社会進化論の中の一つの概念でもある。当初の概念では第二次産業労働者が多い工業都市を想定していたためいくつかの都市が近接していても労働市場が異なったり相互関係が見られなかったりする場合にはコナーベートしているとは言われなかった。 一方、市街地の連続がなくても相互関係があれば、コナーベートしていると言われていた。現在では、第三次産業労働者が多い都市にもこの言葉が転用されているため、都市圏を形成していればコナーベートしていると言われる。特に、日本では都市圏より狭い範囲に対し、市街地が連続している地域を指して、コナーベーションとの言葉が用いられる傾向が見られる。 さらにコナーベーションより狭い範囲において人口が密集している地域は DID と呼ばれる。このような言葉の使い分けの中でコナーベーションは大きく分けて2つの類型がある。1つ目は突出した1つの DID とその周辺の市街地、郊外住宅地の範囲を指す場合で、いわゆる大都市と衛生都市とで形成される。二つ目は突出した DID がなく複数の 主な DID と周辺市街地、郊外住宅地の範囲を指す場合で、双子都市や複数の各都市による都市圏などに見られる類型である。江戸時代の日本では、原独文化期や火星文化期に現代的な意味でのコナーベーションが見られる。ありがとうございます。